世界の平和を願う清水です。今メディアでも上がりあるようにウクライナとロシアの戦争が激化しています。ロシアは化学兵器や生物兵器の使用まで示唆していますが、そんなことが許されるはずがありません。そうだそうだロシアの侵攻が重大な国際法違反なのに、そこまでして侵攻するつもりなのでしょうか。停戦協定にも反して、人道回廊にも襲撃して、多くの市民たちを無差別に襲撃する、そこまで反して侵攻するロシアを許すわけにはいきません。さらにこの被害者はウクライナ国民だけではありません。ロシアも経済制裁などでロシア国民も被害者です。今世界中の国々がロシアへの抗議として、世界中の企業がロシアへの事業などを停止しかり、各種制裁を食らったりして、ロシア国民も生活に困っている人もいます。戦争はその国その地にいつまでも消えない傷跡を残します。世界中のみんなが今日取り合って声を出して、プーチン大統領をみんなで追放しようではありませんか。